今からちょっと日本語でお貸ししたいと思います。まあ、1年半で日本で働いてた機会に心から感謝しています。本当に日本でいろいろことを学びました。まあ、神様の御業を拝める、まあ、ことが本当に大切ですね。そして、まあ、伝道しながら、まあ、いっぱい奇跡を見ました。本当に伝道から、まあ、私が変わりましたね。私はもっと、まあ、謙遜になって、まあ、もっと愛を感じることができました。そして、まあ、この教会が本当に真実であることだとしています。私たちが今生ける預言者がいるので、神様の導きを得ることができます。それが本当に祝福だと思います。と私たちが、まあ、モルモン書を読むことを通して、いろいろな啓示や霊感を受けることができます。いつもモルモン書を読むときに、私は、まあ、平安や慰めをよく感じます。まあ、いつも、まあ、質問、まあ、人生の質問とか、まあ、質問の答えを見つけます。そして、まあ、皆さんもその同じことをやって、モルモン書を読んで、絶対その同じ答えを受けることができるとしています。ジョセフ・スミスが本当の預言者です、だったとしています。ジョセフ・スミスを通して私たちが回復された福音があることに感謝しています。と私たちは、まあ、イエス・キリストは私たちのために、まあ、苦しんで死にました。贖いを通して私たちが、まあ、たくさんの慰めを感じられます。そして、まあ、伝道が大好きですね。と、まあ、伝道が私の人生を壊りました。と、日本の人々が大好きです。と、皆さんが本当に優しいし、まあ、謙遜ですね。そして、私も、まあ、いつか日本に帰りたいですね。けど、まあ、皆さん愛しています。日本に行ったら頑張ってください。よろしくお願いします。すべてイエス・キリストの名によってお貸しします。アーメン。